別れよう。俺じゃ君を幸せにできない。ごめん。あ、なんだ。夢か。俺の名前は渡辺博、23歳。化粧品会社に勤めるサラリーマン。今日は社員旅行なのだが、待ち合わせに向かう電車の中で寝てしまったらしい。あれからまだ半年も経ってないのか。考えるのやめよう。せっかくの旅行なんだし。その後しばらく電車に揺られ、遅れてすみません。あ、ヒロさん着きましたよ。あれは待ってたわ。ヒロくんが来ないと始まらないもの。この人は上司の佐藤桃さん、27歳。優しくて包容力がある人だ。あまり優秀でない俺をいつも気にかけてくれる。遅いよヒロ。来なかったらどうしようかと思っちゃった。この子は同じ年の田中凛。いかにも陽キャといった感じの女の子だけど、陰キャな俺にも優しくしてくれる。会社の雰囲気を盛り上げてくれるムードメーカーだ。ヒロさん、旅行楽しみですね。この子は吉田花ちゃん。背が低くて童顔だが、一応20歳らしい。情けない俺でも慕ってくれる可愛い子だ。お待たせしてすみません。それじゃあバスに乗りましょうか。あ、荷物持ちますよ。ありがとう。頼りになる。さすがですヒロさん。今回の旅行先、人魚姫伝説があるところで恋愛のご利益で有名みたいですよ。そうなの？それならヒロくんと行っちゃおうかしら。私も行きたいです。あ女性だらけの職場なのに、俺みたいな陰キャと仲良くしてくれて感謝しかない。やっぱり転職して正解だった。恩返しの意味も込めていろいろ頑張るぞ。お客様、素敵な旅行になるといいですね。はい、みんなに楽しんでもらえるように、いろいろ準備もしてて。ずいぶんお楽しみですね。嘘。なんでレナがここに？中野レナ。大学時代に出会い、恋人になった女性だ。社会人になって少しして別れてしまったのだけど、まさかこんなところで会うなんて。ヒロさん、どうしたんですか？いや、もしかして、バスガイドさんと知り合い？元カノってバレたらみんな気まずくなるよな。いや、初対面だよ。あまりにも美人で見とれちゃっただけ。あらあら、お上手ですね。この旅行、どうなっちゃうんだ。本日は小岩観光バスをご利用くださり、ありがとうございます。この旅行、3泊4日だぞ。その間ずっとレナと一緒。なんでレナがバスガイドをしている観光会社だと気づかなかったんだ。そうだ。今回は花ちゃんが幹事をしてくれたんだっけ。全部自分の力でやりますって言ってたから、あえて俺ノータッチで。ヒロくん、様子がおかしいけど大丈夫？疲れたの？それなら膝枕してあげましょうか。お腹すいた？お菓子食べる？私がよしよししてあげます。落ち着くかもしれません。なんかすごい負のオーラがあそこから漏れ出てる。それからしばらく時間が経ち、それではここからカラオケタイムです。誰か歌いたい方はいますか？バスガイドさんの歌聞きたい。すごく声が綺麗だもん。そうね、私も聞いてみたいわ。よければお願いします。わかりました。それでは1曲歌わせていただきます。さすがはバスガイド、何度もこういうの経験してるんだろうな。切ない歌ね。この歌の男性、振ったくせに別の女とすぐに仲良くしてるなんて許せませんね。胸が痛い。なぜ失恋ソング？まさかお礼の当てつけ？ご清聴ありがとうございました。すごく上手でした。でもこの曲を選ぶなんて、バスガイドさん失恋でもしたのかしら？ええ、まあ。へえ、バスガイドさんみたいな美人を振るなんて信じられないわね。もったいない。本当だよ、まったく。どんな顔した男なんだか。お気遣いありがとうございます。うっす、精神を削られる音がする。それからしばらくバスは走り、近くの観光地に寄り道しつつ旅館に到着した。その頃にはすっかりみんな打ち解けてしまっていて。レナさんも同じ旅館に泊まるんだ。すぐにお客様に対応できるよう会社でそういう規則になっていますので。じゃあレナさんも一緒に遊びましょう。楽しみですね、レナさん。嘘だろ。しかもみんなレナのこと名前で呼ぶくらい仲良くなってる。数時間後。ふぅ、やっと落ち着いた。でもレナは同じ旅館で旅行中もずっと一緒なんて、やっぱり気まずすぎる。ヒロー、見つけた。もうどこ行ってたのさ。みんなで卓球するよ。それは分かったけど、リン、ちょっと距離が近いから。え？ははん。私の浴衣姿にドキドキしてるんだ。あ、いや、そういうわけじゃ。あら、やっと来たのね。早く始めましょう。あ、レナさんも一緒にやりましょう。レナ、いたの？ありがとうございます。それでは、お言葉に甘えて。10分後。はあ！うわっ！レナさん、すごいです。何かこもってる気がするのは気のせいかしら。それに比べてヒロは弱々だな。卓球なんて久しぶりだしね。ってかさっきから近い。いいじゃん、私とヒロの仲なんだから。そういうことじゃないんだってば。それじゃあ私はこの辺りで失礼しますね。もう？すみません、明日の準備もありますので。それでは。ああ！え？危ない！大丈夫ですか？あ、はい。よかった。ごめん。あ、いえ。あらあら。私たち、お邪魔虫みたいね。そういうことなら、お部屋で飲み直しましょう。ほら、リン先輩も。助けてくれてありがとう。どういたしまして。あれ、みんないない？気を使ってくれたとか。でも、これはチャンスだ。あのさ、レナ。よかったら、久しぶりに話さない？あ、いいよ。でも、ちょっとだけ待ってて。うん。じゃあ、そこのベンチにいるから。数分後。お待たせ。はい、これ。え、氷？さっき、当てちゃってごめんね。こっち来て、冷やしてあげる。距離が近い。ほら、じっとして。やっぱり、レナは優しいな。あの頃と全然変わってない。ヒロはさ、転職したんだね。うん。仕事が理由で別れることになっちゃったのに、情けないよね。ごめん。今の職場は楽しいんでしょ？それが一番だよ。それに、ヒロは情けなくなんかない。あんなに一生懸命頑張ってたんだから。ただ、女の子が多すぎだよね。それは化粧品会社だから。ごめんね、冗談。私ずっとヒロに謝りたかったの。え？結局私はヒロの力になってあげられなかったから。そんな。俺の方こそちゃんと恋人らしいことできなくてごめん。私今回の旅行で偶然ヒロに会って安心したの。ヒロまた昔みたいに笑顔だったから。こんな風に言ってくれるなんて、もしかしてレナはまだ俺のことを？じゃあ明日の準備あるからもう寝るね。おやすみ。うん。翌日。すごいわね、迫力がやばいです。うわー、怖い。だからリーン、気軽に抱きつかないでってば。やっぱりなんか怒ってる？こちらはときめきの滝です。この滝はこの辺りに伝わる人魚姫伝説とも深い関わりが。あれ、普通だ。改めて考えてみれば、仕事してるレナを見れる機会ってなかったよな。それではしばらく自由時間ですので、集合は。数分後。レナ、あのさ、ちょっといい？どうしたのヒロ？さっきすごかったよ。え？レナがバスガイドしている姿、かっこよくて感動した。ありがとう。って改めてこんなこと言うの照れる。ああ、そういえば大学の時代一緒に旅行した時もこんな場所があったよね。うん、似てる。よかったら一緒に写真撮らない？あの頃みたいに。まあいいけど。それじゃあこれでいいかな。距離が近い。昔の距離感というか、なんか今更緊張してきた。ん？どうしたの？いや、なんでもない。よく撮れてるね。あ、レナが笑ってる。この笑顔好きだったな。いや、俺はやっぱり今もレナのこと好きなままだ。そのまま旅行は滞りなく進み、3日目を迎えた。今日はガラス工房か。計画では。ねえヒロ、昨日レナさんと一緒にいたよね。うん。何してたの？写真を撮って少し話してたけど。ふん、そっか。どうしてそんなこと聞くの？別に何でもない。だから気軽に抱きつかないで。なんで？別にいいじゃん。なんか一昨日からやけに距離が近いような。何考えてるんだ？その後俺たちはガラス工房へ。以上で説明は終わりですが、皆さんにサプライズがあるみたいですよ。はい、実はガラス工芸のプレゼントを用意してあります。なにそれ、聞いてないよ。こっそり予約してたんですか？さすがヒロさん。すごい綺麗です。キラキラしてる。しかも私たちの名前入りよ。ありがとうヒロくん。喜んでもらえたのならよかったです。あれ、もしかしてレナ。そっか、じゃあ後で。では落ち着いたところで体験に入りましょうか。ゆっくり息を吹いていきましょう。レナはバスガイドだから見てるだけなのかな。よかったら一緒にやりませんか？いえ、私は。せっかくだからレナさんもやりましょう。そうよ、ほらこっちに来て。はい、ありがとうございます。はい、息を吹いてください。もしかして怖いですか？レナ怖がりだもんな。よし、俺が代わりにしますよ。うん、お願い。ふー。おー、いいですね。上手ですよ。ありがとうございます。ってこれ、よく考えたら関節キス？レナも気づいてる。やっちゃった。2人とも顔真っ赤ですね。可愛らしいわ。お二人さん、ひょっとして恋人かい？あ、それなら海辺にある人魚の祠に行ってみるといい。あそこは縁結びのご利益で有名な場所だ。きっと二人に幸せをくれるよ。どうしよう、反応に困る。その後も楽しい時間はあっという間に過ぎ、気づけば最後の夜を迎えていた。この旅行中にレナへの断ち切れない思いに気づいた俺は、レナを呼び出していた。急なお願いになっちゃったけど、準備できたよかった。昨日、レナの顔、なんか寂しそうだったし、喜んでくれるといいな。これを渡して、もう一度気持ちを伝えよう。ヒロ！なんでリンがここに？ずっとヒロが一人になる時間を伺ってたから。なんで？好きだから。ヒロが入社する前ね、後輩の指導がうまくできなくて、すごく落ち込んでた。そんな時に、ヒロの指導をすることになったの。でもヒロは、私の指導が分かりやすいって言ってくれて、気づいたら支えてくれる存在にまでなってた。そんなヒロのこと、私は好きになってたの。嘘。まさかリンが俺のことを。だからお願い、私と。レナ。邪魔してごめんなさい。違うんだ、これは。待って。お願い、行かないでヒロ。リン。私じゃダメなのかな？ごめん、リン。リンの気持ち、すごく嬉しいよ。俺が楽しい毎日を送れているのは、リンのおかげだし。リンがいつも、俺のこと気にかけてくれてたこと、感謝してる。でも、ごめん。俺好きな人がいるんだ。うん。わかった。私ね、真面目で優しいヒロのことが好き。気持ちを伝えられてよかった。私ならもう大丈夫だから、レナさんのこと、追いかけてあげて。うん。ありがとう、リン。ここって、人魚姫の祠？何やってるの？私、すがるようにこんなところまで逃げてきて。レナ！ヒロ！お願いだ、話をさせて。別に、いいんだよ。私のことは気にしないで。ヒロは自由に恋愛していいの。こんなところまで追いかけさせて、ごめんね。でも、大丈夫だから、彼女のところに戻ってあげて。まあ、待ってくれ、俺は！もういいってば！じゃあ、私は行くから。レナ！嘘だろ！レナが海に落ちた！ヒロ！レナ！レナ！ヒロ！やめて！大丈夫だから！絶対、俺が助ける。行こう。俺にしっかり捕まってて。服を着たままだと体が海に沈む。このままじゃ俺も。構うもんか。絶対にレナだけは守るんだ。ヒロ。どうした？どこか痛むか？ごめんな。もう少しだから。違うの。ここ、足つくよ。本当だ。笑うことないだろ。レナが無事でよかったけど、俺勘違いして、めちゃくちゃ恥ずかしいやつじゃん。ごめん。でも、助けてくれてありがとう。すごく、嬉しかった。レナ、あのさ、別れた時のこと、本当にごめん。俺、前の会社にいる時、仕事を要領よくできなくて、毎日すごく忙しく感じてたんだ。本当はそんなの全部自分のせいだったのに。俺が未熟なせいでレナに恋人らしいこと何もしてあげられなくて、だからレナのためにって別れた。やっぱりそういうことだったのね。うん。でもごめん、俺やっぱり今でもレナのことが好きだ。もう一度俺の恋人になってください。お願いします。あ、これ工房にいる時のレナ、寂しそうに見えたから職人さんにお願いしてガラス細工にレナの名前入れてもらったんだ。やっぱりヒロはあの頃のまま優しいね。ヒロ、私こそごめん。あの時嫌だってすがってたら何か変わってたかもしれないのに。ヒロの力になれなかった私がヒロのそばにいていいのかわからなくて、だからずっと連絡もできなかった。でももういいんだよね、レナ。私もヒロのことが好き。もう一度私をヒロの恋人にしてください。ありがとう、レナ。それから数日が経ち、旅行から戻った俺たちの日常は今まで通りだ。それじゃあお先に失礼します。リン先輩、大丈夫ですか？ごめんなさいね、私たちあなたの気持ちに気づいてあげられなくて。全然平気ですよ。ヒロが笑顔でいてくれるのが一番ですから。先輩、よーし、今日は私がおごっちゃうわ。みんなで飲みましょう。そして俺たちはというと、これどう？うん、すごく似合ってる。本当にありがとうね。あの人の服、レナにも似合いそう。あ、ヒロ、今別の人見てなかった？な、あ、違うから。ふーん、もうずっと私だけ見ててくれなきゃダメだよ。うん。ミルです。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。優しいあなたが大好きです。もし時間があればもう一本だけ他の動画